費なんて家賃光熱費などは払う。その代わり母には食費とその他を払ってくれという約束のもと、母は僕の家に今一緒に住んでますで、今目の前でテレビ見てます。薄いカーテン1枚で仕切ってるだけで、一応こっち側丸見えです。で、僕はね、母の前でアニメリアクターとかやってるのを見られたくもないので声は出せないということです。はい、まあ、こんな中でやってますけどもね、ぜひ応援よろしくお願いいたします。決してこれネタでこういう格好じゃなくて対策としてこうなってるだけですからね。はい、ぜひ応援してください。はい、で、僕の、ね、詳しいことは概要欄に載せてますんでね、ぜひ見てください。お願いいたします。はい、じゃあですね、無職転生の PV、 2期の PV ですね、見てみたいと思います。よいしょ、じゃあ行きます。テレビの大クールへ旅立つ。あ、新キャラや。10月3日から10月3日 KBS 京都もあるね。そういえばルイジェルトって最後スキンヘッドにしちゃったかな。なんかあの髪の色を確か青に染めてたんだっけ。それをなんか なんかあのあれか、ロキシの確か実家、ロキシミクルディアからミクルト族か、ミクルト族の家に行った時に確かなんかあったんですよね、ルイジェルトが。スペルド族のルイジェルトね、ルイジェルトスペルディアやったっけ、なんていうの、ちょっと名前忘れた。まあまたね、ちょっとあの復習してね、2期10月3日からですって。これがだから D アニメストアで、何曜日に配信されるかですよね。まあ楽しみです。はい、また無職転生もね、もちろん2期も1話から、